明鎮深夜永六七年は、室町時代末期の甲冑師。はじめ悪化と名乗り、後は、各位、本性は、藤原氏。通称は、左近証言。甲冑師の一族である明鎮家十七代にあたる。伝えでは、武田晴信の一時を賜り、進化と改名したとされる。前代は、明鎮義康。十八代目として、明鎮忠や。 室町末期当時、日本最高の甲冑師と評された人物であり、これにより明珍家は有名となる。後世でも一族は、な梨や平屋といった、名立ちたる甲冑の修復作業に手を貸している。進化が得意としていたのは、筋兜とされる。白井城グルワの青堀近くの火事場跡から、栄昇、天文の頃に、進化が甲冑を作成していたことが裏付けられている。 越後府中に住んでいた、新家にとって、白井城は、出張先の一つであった。また、新家を長愛した上司は、長尾県警とされる。この時期、明神家が、相模国にもいたとする物的根拠の一つとして、埼玉県秩父市家吉野所在の無垢神社像の、32件筋兜の鉢浦に刻まれた名に、小田原十明神吉次とあり、 小田原の妙珍家が実在していることが確認できる。社殿によれば、東兜は、八方城主の北条宇国の所用していたものであり、その子孫である玄桂が、当社に奉納したとされる。浮世絵に描かれた、星尚兜。浄瑠璃に登場したことで有名になった、武田信玄が愛用したと伝わる諏訪の星尚兜は、進化の作として名高い。兜についた白い毛は、 中国産の役の毛とされ、白熊の兜とも呼ばれた。竹だけを守る神器として信玄がとりわけ大切にした兜と言われる。保守症兜とされるものは複数あるが、諏訪大社人長官森家,家に伝わるものが諏訪湖博物館に展示されている。ありがとうございます。